修道院での婚約オーパス86はセルゲイ・プロコフィエフが作曲したオペラ。リブレットは作曲者自身と妻のミイラ・メンデリソンによるものでリチャード・ブリンズリー・シェゲ団の儀曲ドゥエンナを原作とする。題名は修道院での結婚ドゥエンナとも呼ばれる。オペラ、セミオンカとこの初演で様々な混乱を経験したプロコフィエフは次のオペラの題材として 政治的な問題の心配がない、ドゥエンナに目をつける。プロコフィエフによれば、悪口学校をはじめとするシェリダンの作品は、当時のソビエト連邦で人気があり、1940年当時、ドゥエンナのロシア語化に携わっていたメンデルソンが、オペラ化を提案したとみられる。1940年の秋には、作品が完成し、1941年夏に、 スタニスラフスキー音楽劇場での初演が予定されて、いたが独祖戦の開始に伴い延期されている。初演は戦後の1946年5月5日にプラハの国民劇場で、ロシア初演は同年11月3日にキーロフ劇場で行われた。プロコフィエフは計画段階でこの作品をモーツァルトかロッシーニ風のシャンパンと呼んでおり、 オペラブッファの古典的形式を現代によみがえらせたと評される。作曲にあたってはプロコフィエフは原作の喜劇としての面を重視しながらも全体としては恋愛に関する叙情的な面を強調したと語っている。プロコフィエフの他のオペラと同様にレチタティーボー的な歌が貴重になっているが、シェイリダンの原作に含まれていた音楽劇の要素を反映し、一部は 原作の連句をそのまま翻訳する形で、戦立的で独立した歌が多く組み込まれている。また、還元楽と歌にまたがって、ロメオとジュリエットを思わせる形で、ライトモティーフが用いられている。ロシア書演を鑑賞したドミートリー・ショスタコービチは、このオペラには春と青春の清々しさが見られる。修道院での翻訳を聞いていると、巨匠の英知が豊かにした感情の自然さから、 ベルディのファルスタッフを思い出させられると好意的な表を発表している。オペラ名曲百科とユロフスキ版 CD 解説書を参考にした。オペラ名曲百科とオペラ辞典を参考にした。第一系ドンジェロームの邸宅の広場。貴族のドンジェロームと裕福な魚商人メンドーザが商談を交わしている。同時にメンドーザは、 ジェロームの娘のルイーザと結婚させてほしいと頼み、ジェロームは承諾する。面倒座が喜んで去っていくと、ジェロームの息子のフェルディナンドが現れ、不豪の娘クララに恋を受け入れてもらえないことを嘆く。アントニオが現れて、恋人のルイーザのために、窓の下でセレナードを歌う。シャニクサイのため仮面をつけた男たちにからかわれながらも、彼は歌い続け、 ルイーザとの二重症になるがジェロームに追い払われてしまう。娘の処遇を考えるジェロームのことも仮面の男たちはからかっていく。第二系ドンジェロームの邸宅。ルイーザはドゥエンナと共に面倒座から逃れる方法を考える。二人は互いに入れ替わる計略を立て、ドゥエンナが裕福な面倒座と、ルイーザはアントニオと結婚できるよう仕組むと決めたところへ、ドンジェロームがフェルディナンドを連れて、 部屋へ入ってくる。ジェロームはルイーザにメンドーザとの縁談を進めるが、ルイーザは聞き入れず、フェルディナンドもルイーザに味方する。アントニオからルイーザへの手紙を見つけたメンドーザは、ドゥエンナが手引きをしたと考えて、彼女を首にし追い出すが、実際に外に出て行ったのは、変装したルイーザだった。第三系派とは、メンドーザが友人の没落貴族、ドンカルロスと現れ、 メンドーザは事業について自慢する。二人が退場すると、クララが次女と共に登場し、ルイーザと行き合う。クララは、ママ母から家に閉じ込められ、フェルディナンドの協力で逃げ出してきたのだった。クララも、フェルディナンドを憎からず思っているが、大胆な彼の求愛を前に尻込みをしている。ひとまず修道院に身を寄せるというクララに、ルイーザはついちだけクララの名を名乗らせてもらえるよう。 頼んで承諾を得る。ルイーザは、クララのふりをしてメンドーザに会い、アントニオを連れてきてほしいと頼む。クララをアントニオへあてがえば、ルイーザとの結婚の障壁はなくなると考えた。メンドーザは承諾し、ドン・カルロスに頼んで彼女をメンドーザの家へと、連れて行かせる。第4系ドン・ジェロームの邸宅。メンドーザが現れ、ルイーザと対面しようとする。 ジェロームに席を外させたドゥエンナが変装して現れると、その醜さに彼は驚くが、ドゥエンナは彼を言いくるめ、ジェロームからの承諾などを得ずに、今夜すぐに駆け落ちをしようと煽る。ドゥエンナと入れ替わりに、ゼロームが現れて、彼と共にメンドーザは婚約の成立を祝う。第5系メンドーザの邸宅。ルイーザとドンカルロスが待っている家へ、メンドーザに連れられたアントニオが入ってくる。 クララがいると聞かされた部屋へ入ったアントニオは、相手がルイーザだと、きつけきすぐに愛を語り合い始める。鍵穴から覗いていたメンドーザは、アントニオとクララが恋に落ちたと勘違いし、列に入る。第ケイドン・ジェロームの邸宅。ジェロームは、友人と重木と共に合奏を楽しんでいる。前日の夜に、ルイーザはメンドーザと共に、家から消えていた。 メンドーザからの手紙を受け取ったジェロームは結婚への承諾のサインをして返し、続いてルイーザから届いた駆け落ちの相手との結婚を許してほしいという手紙にもサインをして返す。第七京修動員の庭、クララが現れ、フェルディナンドの愛に応える勇気がないことを嘆く。ルイーザとアントニオが現れ、ジェロームから結婚の許しが出たと知った二人は、喜んで退場していく。 そこに、フェルディナンドが修道院を訪れて、これから結婚するアントニオとクララを怒りと共に追っていく。それを、物陰から見ていたクララは、フェルディナンドの愛の大きさを知り、求愛を受け入れることに決める。第8系修道院内。僧侶たちが酒を飲み騒いでいるが、客が来ると聞いてあてて真面目に振る舞う。面倒座とアントニオが現れ、それぞれ結婚の手続きを行えるよう頼む。 アウグスティン神父は一度断るものの、メンドーザが金を渡すと承諾する。そこへ、フェルディナンドが登場し、アントニオと決闘を始める。クララが駆けつけてようやくフェルディナンドは、勘違いに気づき、クララとフェルディナンドの二人を含めて、無事に結婚の手続きが行われる。第9ケイドン・ジェロームの邸宅。婚礼の準備が進んでいるところへ、メンドーザがドゥエンナを、アントニオがルイーザを、 フェルディナンドがクララを連れて登場する。メンドーザは妻がルイーザではないと知って逃げ出し、ズエンナはそれを追って退場する。ジェロームはことの行き札に驚くが、最後には若者たちを許し、それぞれの夫婦を祝福する。一同の頑固で幕となる。1950年にプロコフィエフは本作の音楽を再構成した前後曲からなる、組曲、夏の夜オーパス。 123を作成している、導入セレナーデメヌエット夢踊り、ありがとうございます。